どこに行く？オッケー、じゃあ行こう。少しだけ、本当に少しだけで終わるから。困るんです。今日は僕一人じゃないんで。先輩、雑誌の街で見かけた癒し系ボーイって特集の取材とか言って、しつこいんだこの人。あ、彼女も一緒だったんだ。可愛いじゃない。ついでに一緒に撮らせてよ。ほら、彼と並んで話せ。は？話せって言ったんだ、このボンクラ。先輩はお前みたいなやつが触れていい人じゃない。だいたい癒し系ボーイってなんだよ。僕のどこが癒し系？あんた記者のくせに見る目ないね。行こう先輩。ごめんなさい、変なことに巻き込んで。先輩のことはついでなんていうやつが書いてるような雑誌に乗りたくないよ僕は。なんか怒ったら甘いもの食べたくなっちゃった。ケーキがいいな。美味しい店知ってるから、そこに行こう。こっちこっち。